5回目となる浜街道を北上中の文献さん、南相馬市に入り、たくさんある富岡高校の同級生と共に毎回汚れている小高区のこの広い路肩周りをきれいにしました。1週間後、この場所からスタートです。今日は花町区に入ります。3キロです。とそこに、どうもいつもありがとうございます。ありがとうございます。空手少年のバーバです。あ、どうもどうも。空手少年とは3年前に初めて会ったこの男の子です。ありがとうね。うお、サッカーやってんの？いや、サッカーはやってます。なんかやってる？空手とか相撲とかは。空手？ちょっと見せてもらってもいい？えい！あー！そして全速力で帰っていったのでした。頑張ってください！えい！その翌年もさらに腕を上げた空手少年にカツを入れてもらっていたのでした。空手少年、元気ですか？元気。ほんで、はい、こんなに大きくなったんです。あら、今度で5年生なんです。お、大きくなってる。大幅がすごい。あら、かっこいい。まだ黒帯にはなんないんですが、はい、たくましくなってますね。はい。すると、感謝状だ。ありがとうございます。ん、鈴木ドライバーにも中にはチョコレートが。これだな。あ、いた。よしで。うん、よし君。成長した空手少年には会えませんでしたが、彼の T シャツにサインを。どうですか？ありがとう。いいですか？はい。気をつけて。ほっこりしたところでこの日の活動を始めますが、また捨てられてますね。1週間前にきれいにしたはずのこの路肩周り、ここに車を止めたドライバーが捨てていったものとみられます。おしっこですよ。うわ、あれ、うわ、おしっこまとめですね、これ3本。カピカにしたんですけどね、前回。はじめ！仲間たちと力を合わせて綺麗にしたはずなのに、同じ場所を今度は鈴木ドライバーと共にもう一度片付けていきます。ちょっぴりやるせなさを感じながら、おしっこ。よーし、OK。今度こそ綺麗な状態が保たれるのを祈るばかりです。さあ、ようやく前へ進みますが、いや、すごいですね。何やら細かなゴミが散乱しています。ひたすらかき集めていく文献さん。すると行く手に、あれ、何ですか？何やら塊が見えます。まとめですね。ひとまず回収します。風が強い。強風が行く手を阻むかのようです。あっ、あ、おしっこ。
でますね。おお、いやー特大だ。雨も降り出してしまいました。一人悪戦苦闘が続きます。スタート目、3袋目、4袋目、29本です。スムーズに進めたかと思いきや、わ、反対側ありますね。再びゴミが待ち受けるのです。あ、そこにも、悪天候の中進む旅路には、出てきた出てきた、わわ、食べる、あ、まとめ、一人活動を続ける文献さん。思えば、この3人だとなんか立ち向かっていける気がします。気心知れた同級生と共に立ちはだかる困難を一緒に乗り越えてきただけに、仲間がいるっていいですよね。どれだけ心強くて温かいかっていうのを改めて感じますね、今日一人でやってみて。なおも待ち受ける心ないポイ捨てゴミ。サポートに入る鈴木ドライバー、すぐに溜まってしまう大量のあれ、地道に活動を続けていくしかありません。重いっすか。うわすごい。1年前に確実にきれいにしたはずのこの区間、おしっこ、あら、福島県の明るい未来を願いながら進む旅路です。この日の行程3キロ。お、まとめ。徹底的に拾い集めた旅路でした。今日のゴール地点着きました。あれは91本でした。この後、すべて公衆トイレで処理させていただきました。ちなみに去年は133本、減ってはいるようです。本日10袋目、11袋目、前回よりも少なくなってましたね。嬉しいです。活動の成果は出ているようです。風に飛ばされないように慎重に分別作業を。5回目となるこの浜街道の旅、この先どんな現状が待っているのでしょうか。